メルセデスベンツ S クラスメルセデスベンツ W116 はそのコードネーム1972年から1980年まで製造・販売された。なおロングボディ仕様には別途、V116 というコードネームがあるが通常はそれも含め W116 と呼ばれる。W116 はメルセデスベンツとして初めて S クラスと正式に命名されたモデルである。 なお、それ以前から同クラスのセダンは非公式に S クラスと呼ばれていた。W116 はボディサイズが実質的な仙台にあたる W108、W109 よりを大型化しているが、事故から乗員を守るための新しい安全基準で設計されたため、室内は仙台モデルより狭くなっている。W116 の総生産台数は万台で、 1979年の W126 の登場まで販売面で検討した W116 はヨーロッパ、北米、アジア、中東、アフリカ及びオセアニアで販売された燃料噴射使用車やホイールベースを延長し鉱石スペースを拡大したロングボディ仕様が用意されたスペシャルモデルとして6.9リッターの450セル6.9が登場するとともに 経済的なターボディーゼル車も用意された。なお、クーペやカブリオレは設定されなかった。モデル末期の1978年からは ABS がオプション設定されており、これは乗用車用として世界初である450セル6.9ダッシュボード W116 は1975年の欧州の排出ガス基準改正に伴い、その基準を満たすために、 若干のパワーダウンを強いられたものの、1978年には新しい燃料噴射装置の採用により本来のパワーに戻っている。なお、300SD セダンはアメリカ仕様のみに設定された。W116 にはメルセデスベンツによる徹底した安全対策や当時の最新技術が組み込まれている大型高級セダンとして当時最先端の諸性能を持つ。 W116 フロント W116 リア W116 フロントこれら先進的な設計や徹底した安全対策はメルセデスベンツの他車種や後継者へも引き継がれており W116 以降のメルセデスベンツの個性特徴ともなっている先代モデルにおける300セル6.3を受け継ぐスペシャルモデルの450セル6.9は W116 の 最強仕様であった。このモデルに搭載されたエンジン6.9リッター V 型8気筒はメルセデスベンツの乗用車用エンジンでは戦後最大級である450セル6.9のサスペンションはシトルエン方式のハイドロニューマチックである。ありがとうございます。